どうもこんばんは、ビートを取り戻せの時間に、なってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、残念ながら、うちの番組のアイドルでございますユッキーがですね、タコボンズのユッキーなんですが、なぜか学校に、行ってるということでですね、学校に行き始めてまして、先月と今月はちょっとお休みということで、残念な方もいらっしゃると思うんですが、一応ユッキーから先ほど連絡いただきまして近況報告を聞きました。昨日なんとその友人の、取材旅行ということで、栃木のなんとその栃木のピラミッド温泉という名前の温泉にですね、同行したという連絡がありまして、皆さんもちょっと後でネットで調べていただければと思うんですが、これまた栃木のピラミッド温泉っていうなんか秘宝館みたいなね、こう、ピラミッドがある温泉らしいんですけども、まあちゃんとこう瞑想する場所とかもありつつの、なんかでもちょっとなんか失礼ながら怪しいのかなってわかんないですけどね、まあそういうところにこう、取材旅行に同行したという話でですね、なかなか、人生を楽しんでいるようでございます。皆さんによろしくお伝えくださいということでございました。そのユッキーの本日のゲストさんはですね、まあ、そのユッキーのそのお知り合いでもある方なんですが、おとといという名前の、配信の音楽配信ですね、の会社がございまして、そちらのディレクターでいらっしゃる、こちら書いてございますが、西澤さんをお迎えしておりますので、皆さん拍手で、じゃあ、お迎えください。じゃあ、西澤さん、お願いします。どうも、こんにちは。西田さんでございます。どうも西田です。ね、ユッキーがちょっと知り合いで今日ちょっと残念があってたんですけど、ね、僕も会いたかったです ね俺そう、でもユッキーさんがまさかこんなところでひそひそとやっているとは大体ね、ユッキーって綺麗じゃないですか。はい。で僕がそのユニオンにいた頃もそうなんですけど、はい、僕の綺麗どころ彼女しかいなくて、はいはいはい、知り合いでね、うん、でユニオンでこう私のレーベルで高本でやらせていただいたんですけど、はい、フリーペーパーがユニオンあるじゃないですか、フォローアップ、そうです、フォローアップの中でも、はい、僕のレーベルのコーナーがあって、はい、全部ユッキーに書いてもらったんですよ。あ、そうなんですね。もう大お気に入りで、大お気に入り、もう本当に、まあ単純にオルタナティブの中でのアイドルに仕立てたいと思ってただけなんですけど、いや、まあ実際アイドルですからね。アイドルですか、の中の。本当ですか。はい。アイドルです。ね、でも今失礼だけど結構可愛い子もいますからね。バンドの中で、ね、その、まあユッキーの方が全然可愛いんだけど。いや、でも本当今そのアイドルブームがちょっと前にあったじゃないですか。AKB48。あ、もうちょっと前なんですか。まあちょっと前、まあ今も継続中ですけど。うん、なんだかんだ長いじゃないですか、なんかアイドル戦国時代って言われてて、いつ終わるんだいつ終わるんだって言って、まだ結局終わってないっていう状況で、まあ結構息が長いんですけど、まあバンド界隈でも女性バンドって結構進出してますよね。多いですよね、最近。公演からゲスの極みから、そうなんですよ、何からってね。はい。でもまあ失礼な話だけど、その中でじゃあ可愛いってあんま言えないですよね。いや、でも立ち位置的にね、バンドをやってると、うん、可愛く見えますよね。ですか、厳密なところですよ。例えば、はい、実はそのこの前も、そう、実はおとね、西田さんに会ったのこの前、はい、本当最近ですよ、1週間前ぐらいですよね。で、僕が勝手にレーベルの人間として、はい、まあ、ホーム・イズ・ザ・ファイヤーを、まあ、前のゲストでちょっと出てもらったんですけど、ホーム・イズ・ザ・ファイヤーね。で、それのプロモーションで行って、で、こう話が非常に面白くて、西田さんぜひ出ていただけませんかということで今日出ていただいてるんですけど、はい、で、まあちょっとその前に一昨日の説明をちょっと、そうですね、これはね、あんま宣伝しなくてもいいかもしれないですけど、はい、まあ、要は配信の会社っていうことでいいんですよね、音楽の。そうですね、音楽配信サイトで、まあ、読める、聴ける、買えるっていうのを、まあ、コンセプトにしていて、はいはい、まあ、iTunes さんとかは、まあ、基本的に音楽をダウンロードする、うん、
っていうところに特化してるんですけど、一昨日の場合はまあ記事を読めて視聴ができて気に入ったら買えるっていう、まあ本当にこのお店に行ってなんか雑誌を立ち読みして音源を視聴してレジに持っていくっていうのをウェブ上でやろうっていう、まあコンセプトでやってる音楽配信のサイトですね。で全部ってあれハイレゾなんですか？全部ではないですね。全部ないか。はい、あの、まあ、ハイレゾっていうのは高音質配信ということで、うん、配信方針ですね。そうですね、ハイレゾリューションっていう、うん、あのものの略がハイレゾっていうんですけど、うん、要するに CD の音質って16ビット 44.1kHz っていうあの容量なんですけど、うん、本当はあれですよね、レコーディングの時とかって、うん、それ以上の24ビット、48キロヘルツとかっていう、もっと実はミュージシャンの人いい音で撮って、うん、いい音で聴いてるんですけど、うん、CD っていうお弁当箱がもう16の 44.1 しか入れられないから、ね、それ用に音質を落として、まあ、圧縮してるっていうかね。そうですね、あのパッケージしてるんですよ。だけど今ウェブ上だったらデータ容量ってまあ無限っちゃ無限なんで、その本来ミュージシャンの方が聴いている24ビット48キロヘルツっていうちょっとそのビットレートが高いものでそのまま配信できるっていう、すごいですよね。だからね、逆に言えばだから CD よりだから、まあ、さっきもお話あったけど CD より音質がいいってことだもんね。そうなんですよ。でもなんかやっぱり今までのなんか認識でみんなやっぱ CD が一番音がいいっていうふうに言いますよね思っていて、なんか配信は音が悪いみたいな、なんかそういう固定的なイメージがあるんですけど、そこでもね、はい、もっと売りにした方がいいと思う。いや売りにしてるんですけどね、変な話だけど、はい、ジャズミュージシャンとかってどうでしたっけ？あんま趣味じゃないからジャカンとしないのかな。まあその数はそんなに多くはまだないですけど、やりたいですねジャズだって。まあ、この前実はだからプロモーション行った時に、プロモーション行ってそんな話してもしょうがないけど、まあハイレゾ対応なので、まあいわゆるハイエンドオーディオユーザーとかもちょっと多いみたいな話あったじゃないですか。そうですね、最近増えましたね。でハイエンドのユーザーっていうのは結構やっぱジャズとかクラシックとか聴く連中多いので、はいはいはい、なんかそこら辺を取り込んでもね、まあいやそれは違うんですよ、うん、そこら辺多いと思うじゃないですか、うん、多分多いと思うんですけど、うん、アニメ、うん、アニメのハイエンドファンの人も多いんですよ。ああ、まあだってオタッキーだからやっぱ音質うるさいんだ。すごいですよ。でも本当に波形とか調べて本当にチェックしてますからね。あのそれさ、何でしたっけ、あのほらロボットの初音ミクの音質がいいとかそういうこと？いやそれとはまた でも似てるようなもんでしょ。だからまあまあまあそうですよね。初音ミクのなんか原音を聞きたい。そう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 、そういう感じですよね。やっぱりその一番のそう、そのなんか二次創作じゃないですけど、その一番大元にあるものにみんなソースの音が聞きたい。そうなんですよ。でも初音ミクじゃね、人工的なものも、うん、でもね聞きたいの。僕もあのうちで配信してないんですけど、あのエヴァンゲリオンのテーマの残酷なです。そうそうですよ、あれ買いましたもん、やっぱハイレゾであの達者サイトさんですけど、なんかそのやっぱり自分が青春時代の時に聴いてた曲を、うんうん、なんかすごいいい音で聴けるって言ったらどんなもんかなと思ってでも例えばね、はい、あでもいいや、そういいや、あのでもね高音質で聴くってでも大事ですよ。大事ね、うん、今どういう形で今土屋さん音楽聴くことが多いですか？いや今でもやっぱね、ぶっちゃけて言うとこういうのってデバイスっていうのも、はいはい、デバイスじゃないや、スマートフォン、やっぱ YouTube 系とかそういったネットでやっぱ聴く時間はすごい増えましたね。まあそうですよね、うん、で変なあれだけど、やっぱここにファイルを、はい、ダウンロードしたファイルを入れて、これをあれでなんだっけ、音質悪いんだけど、ヘッドホン代わりに聴いちゃってる。ああ、やっぱ私はもうそうなんですよね、うん、手軽さってでも大事だとは思うんですよね。ただ音質は相当悪い。それでもまあでも気にならない、気にならないというか、まあいいかって感じですか。ね、本当に聞きたいやつはやっぱりいい音で聞きたい、はい、だから、ね、だからっていうかそれはもう家で聞くしかないんだけど、俺の場合って、家にはそれなりのこうオーディオがあるから、はいはいはい、それでがっつり聞くしかないんだけど、何度もいないね。そうですね。ただその
そうそう。でもアイドルがね、なんか、もともとはその、ちょっとオルタナ寄りの、ね、うん、いや僕その、おととさん、もともと昔から僕も知ってて、はい、で、特に最近ちょっといいなと思ったのが、要はその、ちゃんと宣伝してるじゃないですか。だから、うん。まああの、ウェブマガジンとはまた違うんだけど、ちゃんとした読み物としてこう成立してるっていうところが、あの、他と全然違うところで、なんかそれはなんかこう自負するところがあって、うん、これは別にあの宣伝とかじゃなくて、うん、なんかこういろいろ今ウェブ上には媒体さんあるじゃないですか、うん、まあ、ナタリーさんとか、うん、まあ、シンナさんとか、うんうん、ありますね、まあ、マークスさんとかいろいろあって、まあ、いろんなサイトを見た上で自分のサイトに戻ってきた時にある時すごい思ったんですよ、うん、わ、なんかめっちゃこれ音楽好きな感じ出てるなと思って、そうそうそう、なんかそれがうちの強みだと思うんですよ。なんかぶっちゃけその、まあ、まだメジャーレーベルさん の、うん、あの音源とか扱いたいんですけど、うん、いらないでしょ。いやいや扱いたいですよ、扱いたいですけど扱えない状況っていう不利な状況の中で、うん、それでもやっぱり一番うちが優れてるのはすげえ音楽好きうんね、っていうところがやっぱり出てるところかなと思って、うん、実際こう集まってくれる方とか、うん、こう土屋さんみたいに連絡くれる方ってやっぱすごい音楽のこと好きな人 で、まあそうですね、音楽愛してる人がやっぱ連絡くれるんで、すごいそこはなんか自信持ってやってる、ね、いやいや本当ですよ。だってそうじゃなくて言ってないもん、うん、そう言っていただけると、うん、いや本当に。でいやだからそこが特殊なところで、だから他の配信の会社なんてさ、みんなだってまあ、すげえ失礼な言い方でちょっと置いてるだけじゃないですか。で置いてるだけで自社でそんな宣伝してないっていうか、まあそうですね、うん、でだからこれもこの前の打ち合わせでね、西田さんに話した話なんですけど、だから宣伝をあのしていただけるんだったら、そのすごいまあ大人の話じゃないけど、別にその独占だったっていいしさ、レーベルとしてね、でその配信の量だって宣伝費としてガーッとこうもうそれこそね、あの7-3ぐらいな状況とかそんなでも、まあ、なんなら1級でもいいぐらいですよみたいな、あのだってするわけですよ、はい、そこまでそうやっぱり言ってくれて、あのうちでこう広げていくところに信頼いただいてるっていうのはすごいやっぱ嬉しいですね。それでも本当大事なところですよ、それがブレると、うん、まあ、まあ、なんだろうな、つうか結局その雑誌もそうですし、レーベルもそうですし、もちろんサイトもそうですし、やっぱ信頼性っていうのが大事で、でその信頼性っていうのが最終的にブランドになっていったりするわけじゃないですか、はい、でやっぱそのブランディングみたいなのがやっぱしっかりしてないとこにはやっぱり人が集まんないから、うん、そうですよね。でも僕すごい思うんですけど、うん、今僕今年32なんですね、うん、いや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 、で僕最初こう音楽業界に携わり始めたのって、うん、まあライターとしてだったんですね、うん、それがまあ25、6の頃だったんですけど、うん、その頃一緒に始めた人たちのもう8割ぐらい辞めちゃってるっていうか、最初みんな音楽好きでこう集まってきても続かないんですよね、はいはいはい、それぐらいまあ結構まあ金銭的にも体力的にも厳しい業界じゃないですか、うん、土屋さんすごい長いじゃないですか、はい、やっぱりその続けてくる、うん、まあ、モチベーションみたいなのは何なんですかね、その途切れないあれって。いやさすがに僕も最近きついんですけど、なんつうんですかね、金儲けしようと思ってたらあんまりこの業界にはいないと思うんですね、うん、本当に手間がかかるし儲かんないし、でまあ僕は全然そのまあまあ家族もいるからその儲けるためにもやんなきゃいけないんだけども、ちょっとベクトルが違うんですよね、うん、で単純に僕が業の業界入ってきたのっていうのはすごい生意気な話なんですけど、業界の質を良くしたいなと思って入ってきたんですよ、うん、でそこでいろんな生意気でもね、試行錯誤してやってきて、で、全然やっぱ変わってない現状があって、業界をね。で、一回その、ただやっぱそのディスクユニオンって会社にいた時に、
まあユッキーとね、はい、あのタコボンズでこう出させていただいてる時に、もう思いっきり好きなことをさせてもらったんですけど、うん、あの音楽に特化したレーベルをやらせてもらったんですけどね、はい、外人の方が喜んでいただけるような、日本でダメだったんですよ。その外国の方に喜んでもらえるっていうのは音楽性が、うん、そうそうってことですか。そうノーウェーブみたいな感じですか。ニューウェーブ。ね、例えばなんつう、例えばっていうかそのジャンルで言うと、はい、なんだろうね、まあオルタナティブ、まあオルタナティブ、オルタナティブな、はい、レーベルだったので、はい、そのだから僕から離れたバンドで、そのビル&セバスチャンとかなんか TNG フェンファンクラブを手掛けたプロデューサーがその後にそのバンドのやつをプロデュースしたりとかね、ちょっとネオワコっぽい感じとか、そう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 、へえ、でやっぱね日本で評価は高かったんですけど、はい、やっぱ日本のだと売れないんですよ。あで最終的にだから俺今行き着いたのが、前も話かもしれないですけど、はい、やっぱ一般の人とにかくやっぱ取り込まないとお金にならないっていう部分で、かなりちょっとこう違う、なんだろう、もっとこう演歌ってわけじゃないですけど、演歌演歌は売れますかね。あとね、演歌ではなくて大人がきちんと聴けるものって言ってもいいかもしれないですけど、まあ、あるいはちゃんとこう子供でもちゃんと聴けるものっていうか、なんか落としました、うん、なんか霊的なものがあるっていうから、あ、僕はね、そうスピリチュアルな、スピリチュアルちょっとまあ外れちゃいましたけど、まあまあそのとにかくそのあれですよ、原動力っていうのは、うん、まあお客さんにとっていい、まあね、なんつうでしょう、音楽っていう無形のもので社会に貢献したいと思って入ってきたからでいいですかね、答えは。なんかすごいわかりますね。でやっぱりあとはなんだかんだ言って自分が聴きたい音楽を聴きたいってとこないですか。いや、それはそうですよ。だから僕こういう仕事やってて一番なんかこう続々ってなる時って、そのアーティストの方からちょっと新しい音源できたんで西田さん先送りますんでちょっと聞いてみてくださいって言って聞いた時にすげえいい音だったら、そうそうそう、あれがあるからもう、それがもともとあってやっぱ伝えたいとかっていうとこつながっていく感じ、やっぱりなんだかんだ言ってそういう新しい音楽とかすごいワクワクする音楽がなんだかんだ途切れず来るっていうのはすごく強くて、あと前話、うん、あの打ち合わせした時にすげえなんか印象的だったのが、なんかその一回音楽以外の仕事をされた時に、1年だけね、はい、1年だけされた時に、なんかもう河原に行った時にすごい話してる、そう、なんか営業をしててたまたま飛び込み営業してた時代ね、はい、建物管理の営業でしてて、なんかたまたま川辺、1日20軒歩いて行ってどこも反応がなくて、夕方にあの多摩川の川っぺに出ちゃった時の話ですよね。そうですそうです、はい、その川辺を見てて、はい、なんか自殺する人の気持ちが分かったって言ってましたもんね。分かっちゃいましたね。初対面でもうこうそういう話が出てきて相当追い込まれてたなと思ってまあ追い込まれてたわけじゃないんだけどね。はい、でなんかこういうなんか閉塞的な状況の中にいる人たちもいるんだなって気づいた時に、はい、なんか音楽の仕事していることって本当好きなことをやってる場なんだから思い切りやった方がいいんじゃないかみたいな話をされてたじゃないですか、うんうんうん、あ、それがすごいなんか今も、本当ですか、はい、嬉しいですね。いや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 、そういう、いやだからそこで思ったのが、ああそこで一般の例えばそのなんかこう、ああもうギリギリだなんて思ったおっさんがいるとするじゃないですか、はい、じゃないですけど、はい、が聞いてホッとする音楽ができたら、まあ本当本望かなっていう部分でやってますよね。うん、そうですよね、うん、それだけ。なるほど、ね、宗教と一緒ですよ自分が信じたものをあのおすすめするだけなんで。まあそうですよね、いやでも本当に何の話でしたっけ。いや、まあ単純になんでそんな続くんですかねまあそうですね、うん、でもそのでも日本ってあとはね、その別に批判するっていうあれじゃないんですけど、まあそれも前の打ち合わせっていうかその、うん、お話の時出た話ですよね。なんかね、子供たちがねかわいそうなんですよ、うん、日本人の子供たちを見てて、はい、
例えばそうやってほら大人たちが、いや業界も大変だからさなんてボンボンみんな辞めていっちゃって、うん、で良質なものかどうか分からんですけど、うん、そういうものが出なくなってみたいな、で本音言ってるバンドはまあいっぱいいるんだろうけど、はいはい、やっぱなかなか知りえないところもあるじゃないですか、うん、コアに行かなければね、うん、今ネットがあるからコアに行けばいくらでも情報あるんだけど、でもそこまで行けない子もいるじゃないですか、いますね、うん、若い時って、うんうん、だからそこに行き着くためのものとして僕らとかその間の人間がいて、そうなんですよ、ね、こういうのいますよって紹介してってやるわけじゃないですか、はい、そうそう、もう本当にね、いろいろ喋りたいことがいっぱいあるんですけど、ね、喋ってください、間の人間じゃないですか、やっぱりそのアーティストとリスナーがあって、うん、そこを伝える役割じゃないですか、うん、僕はお店だし、はいはい、土屋さんはレーベルだったりするわけじゃないですか、うん、でも一時期このネットが、うん、これからの希望だみたいな時に、うん、あの作り手と聞き手がダイレクトにつながる、それが最高だみたいな時あったじゃないですか、ありましたね、あの時の僕たちの立場は何なんだとありましたね、ありましたよね、あれアホかって、まるでなんかこう中間搾取者みたいな感じでになってたじゃないですか、ある時期はありました、あれの時にすごいうちの編集長の飯田とかはそれに対してすごい憤慨してて、うん、やっぱりうちの編集長とかってレコヤ出身なんですね、だからやっぱりお店でにいる人ってみんな音楽が好きな人 で、ね、なんとかこのアーティストをいろんな人に伝えたいとか、うん、あのどうしたらちゃんと聴いてもらえるのかって考えてお店作ったりとかしてるじゃないですか、そういう人たちを差し置いてアーティストが例えばもうそういう途中中間を挟まずにあのリスナーと直接つながれるなんてなんて素晴らしいことだって言ったら、それまでここにいてみんな頑張って応援してきた人たちは何なんだって、 そこの部分がやっぱり抜け落ちて語られたりとか変に捉えられてるところもあるかなと思って、でも最終的にはさ、うん、変な話ですけどそういうバンドって、まあ、変な話です売れないんですよまあそうです、ね、結局僕らもそうだし、だからレーベルもそうだし、媒体のね西田さんじゃないけど媒体の人たちを巻き込むやっぱご度量のあるバンドじゃないとやっぱ残っていけないんですよ、うん、人を狂わせるようなね、うん、でまあもうこれはもう僕らのそのダイレクトにできる時代だからってやってるやつらっていうのはこんなちっこいやつですダメ、全然ダメ、そんなの巻き込めない、そうなんですよね、だから本当にね、なんかうちもさっきおっしゃってくれてたみたいに、うん、あの宣伝とか頑張ってやってるんですけど、うん、そこにはやっぱりその取材してくれるライターさんがいたりとか、うん、写真撮ってくれるカメラマンさんがいたりとか、あとはまあこう僕の下にいるその編集したりしてくれる人とかがいて、彼らが時間使ってやってるわけじゃないですか、それなのになんか宣伝してくれて当然でしょみたいな感じでなんか思われちゃうと、彼らの流した汗は何だったのっていう、まあ本当ボランティアでやってる人もいるかもしれないけど、なんかやっぱ返してほしいなと思って、彼らにも、そうじゃなきゃ彼らが続かなくてやめていっちゃったら結局全体的に広まらないじゃないですか。だから結果としてちょっと今の面白い話になってきたんだけど、やっぱね、音楽というものできちんとお金を回す、まあシステムってわけじゃないんですけど、まあタッグなりコラボレーションなりやっぱそういうものが絶対必要なはずなんですよ、うん、でまあそれは例えばね、レーベルを出していただいてて、まあ最近ちょっと思ったんですけど、いやレベルで言うとさ、まあちょっと時間が全然ないのかないんだけど、ああすみません、いやいや、アーティスト印税すごい細かい話なんですけど、ね、うん、はいはい、メーカーがじゃあ原版作りました、うん、アーティスト印税って 1% とか 2% しか返せないんですよ、うん、でも少ないなって俺今まで思ってたんですよ、はい、それって少ないな、還元率がね少ないなと思ってたんですよ、うん、はい、でも例えばレコーディングに金がかかって、しかも返品されるかもどうかもしれないリスクを全部メーカーが背負って宣伝するわけじゃないですか、うん、お金かけたりとかね、でもちょっと思ったんですよ、いや今はそれよりもうちのレーベルはもう全然還元率をよくしてるんですけど、はい、ちょっと待ってよと、今までのその業界のやり方は 1% からして 2% 返してないとしても
そこで例えばやっぱメーカーが宣伝することによってバンの権利みたいなのみんな渡しちゃってるんだけど、うん、メーカーにね、はい、でも最終的に工業で稼げばいいわけじゃないですかバンドって、うん、あ、そういう図式になってたんだって今頃思ってるんだけど、あー、なるほどですね。今実際そうですもんね、ライブで、もうライブ、もちろんライブしかないわけじゃないですか、うん、そうなんですよね。で意外とあれ正しかったのかなっていうそうですね、うん、そこら辺がちゃんとそういう状況を把握してアーティストもこれだからこうなんだよって分かった上でやってれば、多分こういうなんか作詞みたいな風に思われてるようなことはなくなるとは思うんですけど、まああとはだからちょっとね、まあ最近ほら実はそのあのアイドル方面も若干増えてますって話あったじゃないですか。そうですね、はい、でそういうパターンもそうなんだけど、要はそのまあ一緒になってやっぱ新しいそのなんつうんだろうな、ユーザーにこうアピールして、でやっぱこうお金が回ってくような感じにしなきゃいけないと思うんですよね、はい、でっていうのが僕が一つ思ったのが、やっぱほらユニオンに行った時に個人レーベルでちょっとマニアックなことをやってもらった時にやっぱダメだったからなんですよ。あ、でそれ金回んなかったらもちろん個人レベルってなくなるし、うん、あらーなんつって、うん、ね、結局あれ市民になっちゃったのかなみたいな、うん、でその後でですかね、俺だから大変な思いをちょっとしたのが1年、あ、さっきの海辺に、そうそうそう、まあその前に1個あんだけど、あ、そうなんですね、いろいろ苦労されたその前に1個あんだけどレベルに行ったんですけど、でもそう、そこでだから、いや、それでなんつうのほら、でもお客さんのせいにもしてたんだけど、なんでこんなわかんねえんだよなんつって、でもね、わかんないんですよ。バカにするわけじゃなくてね、お客さんを、うん、特に日本の場合ってやっぱ音楽がほらあんまりこう生きていくのにそんなに辛くないから、音楽に対しての需要度がね少ないんですよ。まあそうですね、ソウルとかってやっぱりそのブルースとかってこう労働者たちがもうこう生きるために聴くじゃないですか。で、だからそこまでこの日本ってこれ差別はないし階級もないし、なんとかしたらバイトで食ってきちゃうじゃないですか。だから音楽に対するそのもっとほら海外はスピリチュアルなものとして聴いてんだけど、やっぱそういう需要が少ないっていうのはありますよね。悲しいけど、そうですね、うん、そうなんですよ。だからまあそこはジャンルもうちょいこうハイエンドなところではい、はい、あれもあれか、おじさん、いやでもおじさんとかあんま配信買わねえか。おじさん買います、おじさんの方が買います。若い人買わないですもん、やっぱその YouTube 見たりとかそれで済ませちゃう か、もしくはその TSUTAYA とかでレンタルするの方がまだマシなぐらいですよね。なんかでもそのハイエンドでやっぱもう一回なんかちょっと考えてみたいですよね、うん、そうですね。なんでうちはだからそのやっぱりキセルってあのアーティストを、うん、が風呂場で、はいはいはい、高音質録音したりとかもうねあれなんですよ、高音質かける変わった場所みたいなのがちょっとシーズ化してきちゃって、あと大森聖子さんかける教会みたいなのやってたんですけど、いいす、ね、そうなんですよ、そこら辺いいじゃないですか、うん、僕分かるんですよ、風呂場ってなんかお風呂入ってた時に歌う感じ、教会ってなんかそのゴスペルとか歌う場所、ね、うん、でこの間お寺でもやったんですよ、うん、お寺の本堂で那須朝子さんという人のピアノの弾き語り、そこ分かるんですけど、一個なんかあの栃木かなんかの山奥に行って、うん、あの雪で鎌倉作って、鎌倉の中で、そうもうそれただ面白いだけなんじゃないかっていう気もするんですけど、いやまあちょっとその流れでいくと、あの、はい、ホームイズアファイアってこの前プロデュースさせていただいたやつで、はい、いわゆるあの土管じゃなくて、はい、トンネル、はいはい、いわゆる配信だったトンネルとかあるじゃないですか、はい、ああいうとこでライブやろうって言って、ああいいですね、まあそういう機会があったらぜひ変わった場所でね、やっぱうちも撮りたいんで、なんか変わった場所思いついたら教えていただけると、まあまあ変わった場所とか、モニターももちろんいいに、そうですね、なんか変わった反響がするとか、どんな音するんだろうなみたいなとか、
なんかでももっとね、僕井戸の中がやりたいんですよね。あ、なんか枯れた井戸の中にアーティスト入ってもらってマイク一本立ててちょっと怖いけどね。怖いですけどね、どんな音するかちょっと気になるじゃないですか。誰でしょうね、本当に井戸の中入るとしたら。いや、井戸にないの、まあオルタナティブなバンドしかないですけどね。タコボンズ、あと井戸とかやばくないですかねえ井戸の中からつか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 。このさっきあのドラムの矢野くんにちょっと電話して、いろいろ聞いてましたけど、ちょっとね、はい、ミニオンさんの話をちょっと聞いてたんですけど、はい、まあいいや。時間大丈夫ですか？時間はまあとりあえず日本で、まあ、ちょうど30分ぐらいなんですけど。なるほど。なんかまとまんなかったですけど。すいません。いや、もういいっす、ね、あっち行ったりこっち行ったり。いや、時間がちょっと短いからね。なんかその、いや、また全然出て、もしね、仮に出ていていただけるんだったら、はい、もうユッキーがいるときにぜひもう一回。あ、そうします。もし可能でしたらね。うちは全然いつでもいいんで。あ、本当ですか。うん、ちょっとユッキーさんに会うの。ぜひ。なんか言い残したこととかないですか？言い残したことも、まあ、僕も山ほどちょっとあるんですけど。そうですね、もう話したら止まらなくなっちゃいそうなんですけど、まあ要するに一昨日ではちょっとまあそのね、高音質の部分、本当いい音でちょっと聞いてみてほしいっていう部分がすごくあるんですよね、うん、そうですね、ぜひその一昨日で、サイトの方、はい、僕もちょっとね、なんかこう本当にこう押していきたいと思ってますので、ね、そう、絶対その読み物だからね。まあそうですね、実際だってお風呂場でキセルがいい歌歌ったらどんな音するかってちょっと聞いてみたいじゃないですかなんかみんながお風呂場で歌ってる感じで、プロのミュージシャンが歌ったものをすごいいい音で撮ってみたっていう、なんか音の実験じゃないですけど、そういう感覚でちょっと聞いてみたいなと思って。音の実験もあるし、うん、僕がちょっと今一つ思ってるのは、はい、全然その配信オリジナルの音源があっても俺全然いいと思うんですよ、はい、例えば配列を、っていう部分もあったりするわけじゃないですか、はい、だからなんだろうね、変な話だけど、まあ、例えばちょっとネームバリューがある、例えばキセルさんなりそういうその人たちと、まあその配信オリジナル配信のやつをもっととにかく増やして、そうです、ね、そういうパターンがなんかすっごいいいなと思います。結局その、まあその CD で売ってるものと同じである必要がないというか、オリジナルの方が絶対いいわけじゃないですか、配信サイトとしては。で、そういうのって、例えばそのお風呂場で録音することによって全く違うものを配信したりすることになるわけでしょ、アーティストとしても。だから、とにかく CD 化されてないようなものをとにかくオリジナルで売ってっていうのってすごいいいと思います。そうですね。本当自由なんですよね。そうそう、なんかだからもっと音楽に一緒である必然性はなくて。そうですね。自由にアプローチしてほしいなって。うん、僕も実は、うん、スカムライター西澤君という名前で一昨日から1曲配信してますんで、うん、お配信してる何やっ、いや、なんかあれなんですよ、 DIY で、 DIY じゃなくて浦安にあるんですよ、アイスクリームスタジオっていうところがあって、はあ、ミュージシャンたちが自分たちで倉庫を改造してスタジオにしちゃったんですよ、で33週連続音源そこでレコーディングセッションして音源配信するみたいなのをやってて、33回前ですか、もう今すごい17週目になったんですけど、でも毎月僕浦安まで取材行ってるんですけど、うん、もう毎週は大変ですね。いや、そうだけど曲作るんでしょ、だって。そうですよ。で、なんかそのミュージシャンたちが10人ぐらい集まってセッションして、その場で作るんですよ。じゃあ、西澤さんが作るわけじゃない？じゃないです。なんで僕が行ったら、もう西澤さんもレコーディングしてきなよって言われて、うん、歌えない歌えないって言ったら、なんかそこら辺にある本、うん、ボードレールの詩を待たされて、それをなんかレコーディングマイクに向かって。え、そう、喋った？喋ったってことは読んだんだ。それをなんかで、スカムライター西澤君っていう名前になっちゃって、アーティスト名になっちゃって、そうなんですすごいね。僕スカム、そういうちょっと、うん、これ話長くなってきて、ちょろっと、まあいいですよね。大丈夫ですよね。なんか僕の音楽へのこう興味って、うん、こうすげえ歌うまい人を見て、こう、うわ、こんなすごい音楽があるんだってなる感動あるじゃないですか、うん、
じゃなくて、うん、ひどいもの、うん、もう僕の中でのひどい基準っていうのを突き破るぐらいひどい、うん、アーティストを見た時に面白いね。そうそう、こんなひどいことできる人いるんだっていうところで僕はローファイっていうか、ローファイをさらに超えたスカムなんですよ。本当にもうクソみたいな音楽を見て衝撃を受けて、うん、そっちの世界に入ってきたんで、そっちのマニアックだな、うん、もうそっちの人材が今はなかなかいなくて、いないですよね。そうなんですよ。久しぶりに東京で出てきたのがネイチャーデンジャーギャングっていうアーティストたちで、最終的には盛り上がって、うん、必ず全裸になる男とおっぱい出して女の子がいるんですよ、うん、もうそれくらい楽しいっていうね。そう、普段下手くそなんだ。歌はもうなんかね、ベースミュージックみたいな感じでトラック流してるだけで、なんか落語家さんがいたりとか、その連発の男の子がいたりとか、なんか亀甲シェーバーでいった制服のセラップの女の子がいたりとかして、とにかく音に乗ってて。すごいね。そうなんですよ。そういうのが僕は見たいんですよ。そういうのが見たくて、見れるのがおとといなんですよ。やっぱりその、他の媒体さん、そういうの。なんか非常階段な感じだよね。そうですね。非常階段さんとかもうちで高音質配信してますから。非常階段も。非常階段。すごいね。メルツバウも、ノイズの高音質配信してますから、ね。面白いね。なんかでもそれ、ユニオンとは一緒にやっても面白いんじゃないですか。まあそうですね。実はやってるんですよ。ユニオンと、コラボレーションやってましたね。ニューセンセーションっていう、新しい新人アーティストを一緒にしてこう。それでも、担当の人辞めちゃうかな。ってないですか、有田さん。亀。いや、でも、あれはいや、それこそタコボンズの有田さん。あれ、有田君と やってましたっけ。やってました、やってました。そこで大森さんとかも、最初取り上げてました。あれってでもまだ続いてるんですか。まあ、続いてますよ。矢野君担当じゃなくなっても。そうですね、頻度が減ってるんですけど。でも、うん、でもいいよね、それいいですよ、その感じ。はい、そうなんですよ。すいません、ちょっと最後に言い残したこと出ました。でも、マニアックじゃないのも大事ですからね。もちろんですよ、はい、もちろんです。マニアックじゃないの。もちろんそのマニアック度はすごいな。でもいやね、あれぐらいないと今衝撃を与えられないですよね。最近あんま元気ないからね、そこら辺の人。そうなんですよ、本当に。もう何かあったらみんなすぐクリトリックリスに頼るっていうね。クリトリックリスはスカムじゃなくて、もう何単宴会芸みたいになってきちゃいますよね。そうだね。僕も大阪のバンド、ロックダイジンズってバンド12月に出してんだけど、はい、その話、やっぱあのバンドの話よく出ましたけどね。そうなんですよ。今日話題なの、あれ。あれもでも、すごい長いこと話題ですよ。年齢結構いってるでしょ。もう40超えて。あ、でもそんな超えてんの。前はサラリーマンやりながらクリトリックリスの活動してたんですけど、うん、もう 2年前ぐらいに音楽一本にしたんですよ。すごいね。黒いパンツ一丁でハゲた。ま、大阪のバンドですよね。バンドというか、まあ一人でね、でなんかトラック流して、うおーって、なんか困ったら、なんかうおーって言ってごまかすっていう。知ってる。あれスカムって言うんだ。あれはスカムですね。いや、俺すごいなと思って、も山本さんとかのとこで、ベアーズとかでやってそうだなと思ってた人ですよね。元々そうです。やっぱそうなんだ。本当に。ぜひ、クリトリックって何ですか。クリトリックリスです、ね。クリトリックリス。そう、大阪のね、はい、おじさんがいるらしいので。なんかあれなんですよ、前テレビ番組からオファーが来たらしいんですけど、出てほしいんですけど、うん、ちょっと名前を変えて出てくださいって言われたらしい。無理でしょ、それは。で、出なかったの。それで、なんか結局出なかったみたいな。かっこいいね。なんか、そうなんですよ。でも、この間なんか出てましたけどね。あ、ですわ。水中それは苦しいのジョニー・ロークが大臣さんと一緒に、カンニング竹山さんの番組。あの番組って結構盛り上がってるの。どうなんでしょうね。なんか俺最近気になってんだよね、あれ。ね、なんか、あれ、どう、テレビ埼玉？もうちょっとテレビないんでわかんないです。あ、そっか、テレビないの。ないですね。テレビなしで10年経ちます。10年はい、ね。スカムですね、これ。もう一回来てもらわないといけないですね。いやいや。まあ、ちょっと話が尽きないので、すいませんでした。いやいや、全然。今日はちょっと一応ここら辺にさせていただいて、はい、申し訳ありませんでした。ユッキー、ちょっとね、残念ながら来月がちょっとお休みらしいんですが、はい、再来月ということでですね、またユッキーが、まあ、はい、復活するときに、まあ仮にちょっと、まあ、時間がこう合えば、あ、ぜひぜひ、時間が合えば、うちはいつでもいいので、第2回戦ということで、ちょっと僕も喋りきれてないので、すいませんでした。そのもちろん
カムな話出てないもんね。スカムな話してもいいんですかね。全然構いませんよ。そういう感じで、じゃあ皆さん、はい、次回西田さん出ていただくことを楽しみにしていただいてということで、とりあえず皆さん向かってじゃあさよならということで、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあまた来てくださいね。あ、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあおととい皆さんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。